とね、あの音声はね、そっちでやりますが、うん、まあ、じゃあこれでそれ映していただいてもいいんですけど、はい、皆さん画面見えるようにちょっと画面の共有をしていきましょうね。まあ、ちょっと見てるかと思いますけれども、そうですね、まあ、ついでにね、今あの Facebook ライブとインスタライブもね始めちゃいましょうね。すごい飛んでっちゃうんだ。まあ、はい、トリプル全国系。はい、それでは皆さん、いよいよ始まりました。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。ズームの皆さん、インスタライブの皆さん、ありがとうね。今日はなんとすごいですよ。私、この鬼まぶし沢茂美が最高の人生を歩むたった一つの考え方、そして10の具体的な方法ってことでね、やっていきますけどね。やっぱり日本は最高ですということでね、この前もね2ヶ月間ファーストクラスで世界一周してきましたけどもね、ところでこの人は誰ですかと、私ですね、私沢茂美です。どんな人かっていうとね、まあ、このね話は分かりやすいかな。この前、世界一周してきたらね、なんとアラブの王族の人がですね、話しかけてきたんですね。見てください、これこのね変な数珠みたいな。私ねお坊さんやってますから、お坊さんやってたらこの数珠が映ってるでしょ。でこの数珠は何ていう名前の数珠かっていうと、これ般若心経がね262文字書いてあるんだけれども、なんと自己肯定感判定器と呼んでいます。これな皆さん世界中旅しててこんな顔してこんな日が生えてこんなのつけてる人がいたら話しかけられますか、ね、でもね自己肯定感高い人は、ね、話しかけてくるんですよ。なるほど、ね、要は自己肯定感高い人はわ、ね、これ僕が話しかけてあげたらあなた喜ぶだろうねってみんな思ってるんです。逆にね自己肯定感がちょっと低めの方はやっべーこんなやつに話しかけたらもうね何されるか分かんない、このひげ生やしてこんなのつけてるってもう常人でもう近寄っちゃいけないってね思うんですよ。でもね王族の人とか自己肯定感高いんですよ、うん、そうですよね。だって自分話しかけてあげたら喜ぶと。なんとあのアブダビ、まあ、ドバイの隣の UAE の国の、うん、一番いいホテル、まあ、セントレジスっていうところの最上階のスイートルームに、まあ、1泊200万円くらいしますけれども、そこ泊まっていた泊まっていたらですね、ああジムが終わって汗かいたらよし食事でも行かって言ったら、そのなんと49階の最上階のところからこうエレベーターで降りていくときに、なんか白い服のねアラブの方が乗り込んできたと。そしたらね、私は2人しかいないわけですよ、そのねエレベーター、これぞまさしくエレベーターピッそしたらあのね向こうがもう我慢できなくなって話しかけてきたわけです。まあもちろんね英語ですけど、これつけてたらね、おすみませんそれは何なんですかとね、よくぞ聞いてくれたと。したら私はね、あんたお前それそんなことも知らねえのか、ね、あの王族だか何だか分かんないですけど、ね、大体の人はすいませんこれはって言ってね下から言っちゃうんですよ。違うんですよ、私は目の前の相手を自分だと思ってるんですね。目の前の相手を自分だと思ってる、これが最強なんです。結論言います、目の前の相手を自分だと思って自分にいいものを渡す、これを繰り返していくと毎日毎日ありえないことが起こり続けるんですね。その時も、対等というかね、なんだお前そんなことも知らないか、むしろ上からこれはなドラゴンボールって言うんだ、お前ドラゴンボールって知らねえのかドラゴンボールっていうのはな7個集まるとどんな願いでも叶うんだよ、数えてみろ、これ数えてみろ8個あるだろもうすでに俺の願いは叶ってんだよってやったら、ね、向こうもうわーってなって、あすごいですね、何されてる人なんですか、いやいや映画プロデューサーとしてね世界中旅してねなんかネタとか探してんだとそしたらね、いやいやあなたすごい方なんですね、実は私もすごい方なんですって言って、ね、こうなんか名前これで調べてみてくださいって調べたら、なんとその王族の方でその SDGs 大臣みたいなね、ほんでお前気に入ったと、ね、こっちがね、こっちがお前気に入ったんですよしたら、ね、日本が好きなのか、いやいや私、広島に留学しても、なんだお前、俺の妻は広島だよそこでまた盛り上がって、まだね、エレベーター下につかないえ、まだエレベーター下につかない、そしたら、いやいやって言って、じゃあぜひね、あなたは私の客人として王宮にお招きしますので、来てくださいって、その場でワッツアップ、ね、LINE みたいなやつを交換して、で今でもね、たまに海外旅行行くとこう、メールとかその動画を送ってあげたりしてね、やるような仲なんですけどね、それだけじゃない、この間ね、カンヌに行ったら、カンヌってカンヌ国際映画祭のカンヌですよ、あそこには世界中の VIP が集まるわけです。VIP が集まっててね、私は1泊5万円くらいのホテルに泊まった こんな格好でね、まあ、服はね10着くらい着物持ってていろんなの組み合わせてやるんですけれども、そしたらね5万円のホテルだとロビーで座ってもね誰も声をかけてくる、10万円1泊10万円のホテルに泊まってたら
まあね、10分の1くらいは私に声かけてる。まあカンヌで映画祭だからね、そこに映画の人がいっぱいいるんだろうなって、まあ実際集まってるわけですよ。そして1泊20万円以上のホテルに泊まったら、なんとロビーに私が座ってるだけで全員が声をかける。そして知らない間に私の前に長蛇の列ができて、写真を撮ってくださいコーナーみたいになってる。おいおいって、あっちにね、ナタリー・ポートマンが歩いてますよ。本当に歩いてたんですよ、この、ね、そういう人をもう無視はしてないですけど、もう私の前に行列ができちゃってね。で、あの、もう何やってんのよ、英語プロデューサーで教えろって言って、こうやってね、社交が行われるわけですよ。そしてそういうところのね、1泊20万のホテルっていうのは必ずそのプールとか、なんかね、高級なラウンジがついてるんですけれども、そこでね、こう、一人でちょっとパソコンやってね、あの、日本とズームとかやっていたらですね、子供がこう走り回ってくるわけですね。普通だったら、おい、静かにしろって、ね、なっちゃうところをね、いや、これは、この子の親父の立場で叱った方がいいなと。ね、おい、お前な、お母さんに迷惑かけてんじゃねえよ。まあ、英語で言うんですけども、その、お母さんをな、大切にするんだぞ、いいか分かったかって言ったのに、そのお母さん見てたんですよ。したらね、お母さん、いや、うちの、子供をね、教育していただいてありがとうございますと。もしよかったら、こちらのテーブルで一緒に食べませんかって言って、行ったら、なんとそこは王族のテーブル。その別室みたいですね、そのプール脇の、そのちょっとランクが高い、ちょっと高いところがあって、で、ね、一緒にやって食べて、その、お話ししながら、さらにね、まあ、こんな感じで話すわけですから、まあ、向こうもね、面白いわけですよ。したら、ここにそのお母さんと、その王族の王子様がね、いて、この人、王子様なんだとかって、みんな言ってるから、あ、どうもとか言って、で、本当にそんなところでいっぱいいるから、本当に王子様かどうかも分からないですよ。分からないんだけど、今度ね、革命記念日、まあ、建国記念日みたいなもんですよ、フランスですから。その革命記念日の花火がどっかんどっかん上がるから、一緒に見に行かないかと。いい部屋取ってるんだ。あ、分かった、分かった、じゃあ行くよと。これも上からですね。そしてね、その夜中に革命記念日の日に行ったら、なんと花火がドッカンドッカン上がってる、その花火が爆発してるのと同じ高さの一番目の前の一番いいホテルのスイートルームで、ドッカンドッカン音楽鳴らしながら、その王族たちのパーティーがね、始まってるところにガチャッて入ってって、なんと無尽蔵にそのマカロンとか、あのオマールエビとかシャンパンが出てくるような、そういうパーティーですよ。そこになんと部外者は私だけ、ね、そこで王族の方と、いや、なんかそれ見たことねえな、このね、下駄をね、私下駄を履いてるんですけど、こういうね、こういう一本下駄を、これね、竹馬みたいなもんですよ。これは靴じゃなくてエクササイズです。これを履いていってたらね、まあ、これじゃないか、ちょっと普通の下駄だったかもしれないですけど、それをね、見たらね、いや、これ履いてみて、分かった、履かしてやるよって、その王族のね、王子様が履いてたフェラガモの靴と交換してるんですよ。二人でこう靴をやって、イエーイとかって遊び回る。で、私はいつもね、習字の道具ね、こう日本文化を世界に広めるために旅してるわけですから、この習字の道具を持っていくんです。したらそこでね、じゃあしょうがねえな、書いてやるよってね、こう沢茂みだから、茂みって書いてある。そしたら、まあ、向こうはみんなね、お、書き出したとか言って、みんな全員ね、私のインスタでこう撮影しだすね、動画で。そしてそのロシアのね、なんか女優みたいなのもいて、それインスタで撮影しだして、ね、こうやって茂みって書いて、お、これなんて言うんだと。これはプロスペリティ&フルーツとか言って、お前の国がすごい繁栄して木の実のようにたまにね実るんだというのを説明した。超喜んじゃって、おお、これはどうしたらいいんですかと。ああ、じゃあお前のお給にね、ガラスのケースにも入れて飾っとけ。これ日本で買ったら1000万円はするぞとか言って、したらね、いや、ありがとうございますとか言って、ね、みんな欲しくなってさ、ね、みんないろいろ書いてあげて、そしたらね、なんと後日本当にカンヌの超大金持ちのなんかね、美術品がぐわーって並んでるような、そこに私の絵がね、4枚くらい飾られている動画が送られてきました。やべえな、こいつらと、ね、要はね、じゃあなんでね、そんなこと起こるんですかって。いや、それはそこにいたからですよ。じゃあただそこにいてね、起こりましたかと。それはそういうことを言われて当たり前の自分のアイデンティティで相手に接してたってことなんですね。じゃあね、王族がいてね、こうやったらどうですか。すみません、王様、私のことを覚えていただいて、できたら何かおこぼれを一つ、分けていただけないでしょうかとかってね、やったら、じゃあ王族、うん、分かった分かったって、飯もらってやるよって言って、ね、渡した名刺は捨てられちゃうんです。でも相手から、ね、くださいと、あなたすごい人ですね、くださいと言われた名刺は大切にされますよね、そういうことなんです。つまり相手がそう言って当然だというアイデンティティね、
これがここに書いてあるところでこの人、ね、は誰ですかっていう話なんですけれども、これが私です。つまり沢重という人間がいるのではなく、ところどころに究極のその場に最も適したパフォーマンスを発揮するのが当たり前であるという人格がそこにあるということなんですね。もうね、結論言っちゃいましたね。はい、ということでね、今ね、王族の話を2つくらいしましたけど、まあ、他にもね、日本の大富豪とつながるとかね、あ、これはね、まあ、最後にしましょうね。まあ、そういうのがあるんですけど、まあ、こういうエピソードを通じてどうやって国家公務員から退職して普通の公務員ですよ、普通のね、もうシャイでもう何も自分の意見が言えないようなそういう国家公務員からですね、たった4年で、私まだ退職して4年なんですよ、4年でこんなになっちゃったとね。不動産もやってね、いやいや私不動産なんか怖くてできないじゃないんです。不動産やって大儲けして当然のアイデンティティでやるんですね。でまあ、ソフトさんもそうですし、まあ、いろんなそういう人と会った時もそうですし、もう本当ね、ここで言ったらご迷惑がかかるような著名人の方々もね、我が家に遊びに来ていただいたりとかね、いやだって私の家に遊びに来てくださるんですよ。なぜならば行かないと損だと思われるそのアイデンティティで喋ってるわけですから。でも今日の話聞いたらそんなのなんとなく思うでしょ。はい、ということでね、どうやって国家公務員から、このように、ね、なったのかと、それはですね、この質問を皆さんしてみたいと思います。いいですか、皆さん答えてくださいね。あなたの1時間の価値、つまり時給はいくらですか。はい、ね、これをね聞くとね、まあ、今ねいっぱいいらっしゃるんでちょっと一人一人聞けませんけれども、これを聞くと大体ね、まあ、時給1000円ですとかね、いや2000円ですとか、いやいや私は重役なんでね、大体換算すると1万円か2万円くらいですかねとお答えになる方が多いんですけど、待ってください。あなたの時給を私が教えます。あなたの言ってるの間違ってますからね。あなたの時給はどんなに安く見積もっても時給30万円です。バカなんじゃないの。いや私は退職して、国家公務員退職して次の日に一体何をやったか、退職した次の日にマクドナルドのアルバイトに、申し込みに行ったんですね。これなんでかっていうと、昔からやってみたくてやってみたくてしょうがなかったんだけど、公務員だったからできなかったんだよ、ね、昔から大好きだったのマクドナルドが。そしたらもうやめた、このタイミングでやんないとね、もういつできるかわからないと。なので初心者マークがね取れるくらいにやってましたけど、私はいつもこう思ってました。時給30万円なんだから30万円を支払ってあげて1000円札をいただく、これだと浪費ですよね、うん、なので等価交換にするためには少なくとも29万9000円分の何かをその1時間から学び取らなければいけないと。なるほど。で私はもうレイクロックとかね、原田栄子さんとか藤田伝さんとかそういうマクドナルドの関係者の本を読み漁っていましたので、もう仕組みは分かってました。仕組みは分かってたけど現場に入らないと分からないことがあるわけです。そしたら現場に入っていろいろ考えなくてですね、私がレイクロック創業者だったら、あれこの金属の塊はこういう用途で使うのかな、なぜこういう形をしているのかな、私がこれからこの金属の形を変更、全マクドナルドの店舗に変更命令を出すとしたらどんな形にするべきなのかなっていうのを考えながらね、いやこれ洗いにくいでしょうかね、こうなんでここが曲がってんだ、洗いにくいじゃねえかよみたいなね、やりながらやってるんですけどね、まあ、最初はそんなこと思ってたんですけど、こう1ヶ月2ヶ月経ってくるとですね、ああやっぱりこの形がいいんだとね、壊れにくいとか、まあ、もう洗うことだけを考えたらこういう形になってるけど、こっちでこう使うときはこの形じゃないとダメだよね、それでいてシンプルで1個の単価が一番安くなる形、やっぱこうだよな、そりゃそうだよ、もう30年ね50年そのずっとやってきたそのフランチャイズの最終体系がそこにあるので、それを自分で考えなかったらこれがいいっていうのは分かりますか、ね、分かりませんね。私はそこで例えばね、アルバイトの方はどういう気持ちでね働いてんだと、ね、1000円が欲しくて働いてるのか、いやいや違うわけです。だってマクドナルドがね10年いたって時給は1000円の変わらないわけです。ちょっとが変わったり、その役職によって変わりますけれども、あ、普通の会社で10年間勤めて時給1000円から上がらなかったら、あなたその会社にいますか、いません。ということはですね、なぜやってるのか、それはお金をもらうためじゃないんです。そういうことも私はね学びに行って、まあ具体的に言うと実はその主婦の方々が多いんですけれども、そういう方は家でその旦那さんからちょっと虐げられたりですね、要は お金にならないって言ったら違いますけれども、家族のことを一生懸命やってるのに評価されてない場合もあるわけですね。そういった方々がマクドナルドに来るとなんと部下を指導できるわけです。
そうですね、この間入ってきたばっかりの40何とかのヒゲの親父をね、まあ、その時ヒゲ生やしてませんけれどもあの指導したらね、お前はなってねえなと、ね、ハンバーガーこう回すんだと、回しながらこう回転させてこうやっていくんだと、ね、それでたった1秒だから、最初は3分かかったマクドナルドのハンバーガーも、まあ、1ヶ月くらい経てば1分半くらいになりますね。でも1分半じゃ遅すぎると、お前は50秒を目指せと、10年間やったら50秒になる、そしてね、6ヶ月やったら1分になるかもしれない、そこからの2秒1秒のその差がもうね、追い越せないくらいその熟練になっていくわけですよ。で、それが1秒早いだけで人に指導できるわけですよ。で、この指導できる快感っていうのを多くの方買ってるんだなとかね、そういうような、それができるしやすい、声をかけやすいシステムにマクドナルドになってるわけですね。そういうのを実際に現場に行かなければわからないことを私は学んで、その後、まあ、アルバイトの方を30人ぐらい雇って物販の会社を立ち上げたりとか、していったわけです。まあね、ちょっとあの自己紹介をねこの辺でしたいと思うんですけれどもおいおい、まだ自己紹介してなかったのかよとまあね、あの先ほどご紹介いただきましたけど、田中さんありがとうございます。24年間防衛大学校からですね、国家公務員になりまして、私あの千葉県の成田高校っていう仏教の学校に行ってまして、そこでねコンピュータープログラミング少年、テトリスとかぴよぴよみたいなゲームを自分で作って授業中に友達にやらせて高得点を競わせると。で、こここうなってたらいいよねってね、友達が言ったら、あ、分かったってその場でプログラムを書き直して、あ、できたよってやらせるような、そんな少年だったので、あの、まあ、情報工学に行きたかったわけですね。当時まだ Windows もない時代ですよ。 Windows したら、あの、いや、情報学って言ったら防衛大学校か慶応くらいしか私 見当たらなかったんですね。なので、あ、名前がかっこいいなと、私すごい反抗期だったので、いや、親から金なんか出してもらうのかよこの野郎とか言って意気がってたんで、あの、じゃあ防衛大学校行きましょうって、自衛隊と関係があるともつゆ知らず防衛大学校に行ってですねまあね、なんか関係あるんだろうなくらいでね、したら防衛大学校に合格できたので、したらですね、うわ、まだ日本にこんなところがあったのかと、なんか戦争時代の話は聞いてたけれども、こんなね、もうなんか腕立て伏せをしながら自分の下に水たまりができるまで腕立て伏せしたことありますか？ね、私ありますよ。で、それが気をつけしてたらね、ガーッと縛られ倒されて、で、倒れて起き上がって、倒れて起き上がって、起き上がりこぼし状態でね、気がついたらさっきあっちの廊下の端っこにいたの、今度今こっちの廊下の端っこにいるじゃねえかみたいなね、こうちょっとずつ移動してね、で、こんなところがまだ日本にあるのかって、いやー、もういや、ダメだって、ね、はい、やめたい、やめたいって思ってたんですけれども、なんとかね、2年生に上がりましてね、大井大学校にはこういうね、ことわざがあるんですけどね、今もそうかどうか分かりませんけれども、1年生は1コロに石ころ、2年生は人間じゃない、奴隷だな、3年生が人間で4年生神様っていうね、石ころはね、蹴られても気づかないっていうね、まあ、そんな感じなんですけれども、いや、でもね、これはね、皆さん笑ってますけれどもね、軍隊で、今までのお前の価値観は何の意味もない、ここで培った価値観でこれから生きていけ、その命令に聞けないんだったらどっか行けっていうのが成り立ってない軍隊っていうのは一つもないんですよ。もしそれが成り立ってないとしたら、あなた任せられますか？そうなんです。なのでこれは必要なんですね。なのでそういう必要なことをやってる人たちが粛々といるわけです。で、私もそこにね、耐えられない耐えられないって言いながら、なんとかね、4年生になる子にはね、逆にしばき回してましたけどねで、そこで、防衛大学校卒業したら幹部構成学校っていうね、さらに筋肉ムキムキになるところに行くわけですね。でそこから部隊に行きまして、小隊長というね、36名くらい部下がいる部隊の隊長をさせていただいて、これは鳥取県の米子市で、させていただいて、で、そうこうしてるとですね、もう24時間すべて自衛隊の時間なんですね。うわーって、いや、面白いんですよ、面白いけど、自分の勉強とかそういうのね、してる感覚がないわけです。なので私は土日はずっとノバに行ってました。ノバに行くとね、おめえ今日15時間くらいいねえかみたいな先生たちから言われてね、もうそれだけをやり続けると。で、そうこうしてるとですね、自衛隊で数人だけ東京工業大学に合格したら行ってもいいよみたいなね、そういう特待生プログラムみたいなのがあるんですけれども、そこになんと合格しまして、私はその東京工業大学で脳科学の勉強をしていくわけですね。そこは猿の脳みそに電極を刺して脳内の活動を調べるような、まあ、皆さんから見たらマニアックでな、研究室であったんですけれども、私は人工知能を作りたかったので、要はね、鉄道アトムとかドラえもんとかね、ターミネーターみたいなのを俺は作るって、まあ、プログラム少年でしたからね、思ってたわけですよ。なのでもうこれだと、で5年間
行って、その博士課程でね、なんと茂木健一郎先生とかそういう方々に卒業論文を見ていただいてね、あの進化心理学とか論理学とかシステム科学とか、あのそういうのを学んでいったわけです。で、人工知能もね、やったんですけど、なんと博士が取れなかったんですね。やっぱね、難しい分野にチャレンジしてしまったかなというふうには思ったんですけど、でも一生かけてやるんだったらこの分野だなって思ったわけです。なので今もそういうのをね、やってるわけです。それで防衛大学校が、じゃない、その博士課程が終わったら、じゃあね、ミサイル開発をやりなさいと。ほんで結構長いことね、ミサイル開発で、もうほぼ全てのミサイルに、何らかの形で携わっていたので、今でもね、なんか発射されるとね、おお、あれかあれかって感慨深い気持ちになりますけれどもね、そういうのを経て、まあ、例えばペンタゴンに行って日米共同開発とか、国家公務員一種的な一種、そうですね、まあ、偉い官僚みたいな財務省の予算説明とか国会の答弁の記事の一部を書くとかですね、そういったようないわゆる官僚業務をさせていただいて、最後はですね、富士山の麓にある富士学校という自衛隊の学校で、なんだっけ、ドンパチやってる、富士総合火力演習とかね、やってるあそこで教官をやりながら、歩兵すなわち歩いて戦う人たちがどうやって戦ったらいいのか、この先10年どういうふうにすべきなのかっていう研究をやって、私の自衛官人生に幕を閉じたわけです。じゃあなんでね、その幕を閉じたのかっていうと、うちの母がね、62歳でね、がんで行ったわけです。でその15年くらい前ですけれども、その時に思ったんですね。最初の20年間私はですね、わけも分からずに親に反抗して防衛大学校に入ったと。で真ん中の20年間はわけも分からず国のもう働き鉢となって、もう昼も夜もないような生活で、これ悪いことじゃないですよ、とってもいいことです。私の経験の最高の経験です。で、やったと。で、60歳に死ぬんだったら、あと20年これを何かに費やさないと自分の人生が始まらないと。いや、もうその時も始まってたんですけど、本当の意味で始まるっていうのは、今の私のようにもう弾けて弾けて自分の思うままに動き続ける、まあ、つまり神の意思で動いてると言えるくらいのレベルでね、行動しないといけないなと。そう思ったので、その最後の20年間何やるんですか。これはその脳にチップを埋め込むブレインマシンインターフェースや人工知能の開発、これをやるしかないと。で、それができる見通しなんかね、見通しが立ってから飛び込むなんて、まあ、やってもいいですけども、それで本当の人生始まるんですかということで、ね、やめてしまったんですね。よっ、で、そしたらね、まあ、本当の人生が、まあ、退職して今ちょうど4年途中くらいなんですけれども、まあ、最初の2年間は私はね、ありとあらゆるね、隊長とか大学院とか、そのいろんなことをやりました。でもビジネスだけやったことはない。なので最初の2年間ありとあらゆるビジネスをね、いかがわしいものも含めて全部やろうっつって、まあ、経験値ですよ。なので大量に行動して、その物販もしましたし楽天にもお店も出しましたし、でアルバイト30人くらい並べて、こうガンガン商品並べてやったりしてたら、コロナが来てね、船便が止まったとか言って、ね、いい経験になりましたよ。そうこうしてるとですね、某大手事務所から、超大手事務所からですね、権利侵害で訴えられてですね、楽天のお店は強制的にお取り潰し、でこの世の中のね、ビジネスモデルみたいなものを見るわけですね。楽天は儲けてもいいし、ね、強制退会させてもデポジットで儲かると。でそういうの、あ、なるほどね、で大変な割にダメだな。それで私は不動産だと。なぜ世の中のお金持ちの方は不動産をやっているのか。それはね、いろいろ私不動産の100冊くらい読みました。そしたらね、気づいたんですよ。あれ、こうやったら絶対勝てるのになんでみんなやらないんだろうってね。それをやったところ、まあ、半年で、国家公務員の年収を超える生活が始まったわけですね。で、これをいつ売ってもいいし、いつ買ってもいいような物件、まあ、それ今日はね、その話はしません。私のホームページにもう無料でいっぱい、ね、動画が書いてあるんで、それをぜひ見てください。で、そうやるとですね、ファイナンシャルフリーになると、時間的自由と金銭的自由が手に入る。すると精神的自由が手に入るんですね。まあ、でもお金っていうのはいくらあっても足りないんですけれども、もうね、自分のやりたいことに自分の全部の時間が使えるっていうのが始まったら、はっきり言います、本当の人生が半分始まりました。半分です。まだ半分あるんですかと。あるんですよ。で今日はね、その話をしたいと思うんですけれども、そうやって、今、そうそう、それで、私はですね、本当ね、運命が勝手に最高最良のものを最高の順番で私の目の前に置いてくるという人生が始まりだしたんですね。ありのままで、ね、生きると、ありのままが最強ですよ。ありのままが一番影響力が高い。ありのままが一番相手にいいものを渡せる。そうなんですよ、ね、面白い話しましょうね。
ありのままって一体何なんですか？素晴らしい、素敵、素直、これはね全部同じ意味なんですね。覚えてください。素晴らしいと素敵と素直ね、素っていう漢字書くでしょね、素晴らしい、つまりね、あれ神道ね、払いたまえ清めたまえってやってるじゃん。あれ何を払ってるんですか？本当のあなた、ありのままのあなたに、タヌキとかキツネとか邪念とか煩悩とかね、なんかそういうものがゴピ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 くっついてきてね、本当のあなたが見えなくなってるんですね。あいつお金があった方がいいな、あの人にペコペコしなきゃいけないな、ね、本当のあなたが見えなくなってる。それを払って払って払って最後に残るものは何ですか？それはありのままのあなたです。曇ってたあなたがパーッと晴れて素のあなたが見えた、これが素晴らしいなんです。皆さん、素晴らしいというのはいいとか悪いとかね、得だとか、そんなくだらないことじゃないんですよ。こんなくだらないことじゃないんです。ありのままであるということが最もいいことだというのを昔の日本人は知ってたから、そういう言葉を使ってたんですね。素敵という言葉もそうです。素敵ね、素敵というのは敵味方の敵って書きますけど、あれは敵で本来は的って書くわけです。つまり的っていうのは男性的女性的って言いますよね。あれは男っぽいですね、女っぽいですね。つまりこう弓を打ったその中心以外の周りのことを敵、的っていうわけです。だから的に当たると点数になるわけですね、真ん中以外でも。だから素敵というのは、素はありのままですから、ありのままのあなたっぽいですねっていう褒め言葉なんです。つまり何の飾りもない本当のあなたですね、それが素敵なんです。いいとか悪いとか綺麗とかお化粧してるとかね、そういうことじゃないんです。素直もそうです。その素晴らしい素のあなたに直で触れる状態、これが素直なんですね。ね、みんな鎧着てるから直で触れないから、ね、色ね、これいいですよって言っても、はぁ、私の価値観で言うとそれは素晴らしくないんですとか言って、あの受け取らないわけですね。いやいや、ね、この私が素晴らしいって言ってるのにね、みたいな。それが素直じゃないんです。だから素直な人は成長が早いんですね。皆さん覚えてください。素敵、素晴らしい、素直、これはね全部同じ意味なんです。そうです、ありのままのあなたで言ってください。ありのままのあなたでね、それが最強なんです。ちょっとね、メラビアンの法則なんていうのをね説明してみましょうか。まあ、聞いたことあるかもしれないですけどね、人に影響を与える度合いが視覚が 55% の聴覚音聴が、38% のね、言葉の意味自体、私が喋ってる言葉の意味自体は 7% しかあなたに影響を与えてないんです。いやでも澤さんの話だったらもうすごい聞きまくってますよとね。でもね、じゃあね、こう一回見せますよ。私はあなたのことが大好きなんです、結婚してくださいっていうのと、私もあなたのことが大好きなんです結婚してくださいっていうのはね、これ 55% 伝わってないでしょ。ね、わかりました。今ね、こうわーってやって、ね、言葉が全く同じ調子で喋ってたとしてもね、 55% は伝わってないんです。つまり、いやこいつね嘘ついてんじゃねえかよと。逆に、私はあなたのこと大好きです結婚してくださいって言って言うのと、私もあなたのことが大好きなんです結婚してくださいって言葉が最後違っちゃいましたけどね。これは同じ言葉で言ったとしても、ね、もう全然結婚してください感じがしないですよね。つまり音調が 38% なんですね。何が言いたいのか、あなたの喋っている言葉の羅列に意味がないってことなんですよ。 7% しか。もっと言いましょう。もし嘘をついたら、いやーね、今日はね、僕かっこいい、かっこつけたいな、あ、じゃあね、ちょっと嘘ついて、100点の僕を110点に見せようと思ったとします。その時、それはうまく喋ってるように見えても、それが眉毛とか気配とかオーラとかいろんなところから漏れ出してるんですね。あなた気づいてないかもしれないですけど、漏れ出してますよ。だからなんか違うなとかってね、なるわけです。そんだったら、いや俺かっこ悪いわ、50点だって思ってる、そのままで喋ったらね、その50点のまま伝わるんですよ。だから、110点にしようかと思って 7% しか伝わってなかったら、もう 10点くらいですよね。そしたら10点の自分と50点の自分どっちがいいんですか？そうなんです、ありのままのあなたでいてください。で、私の話今聞いてて、なるほどって思うでしょ。それはね、私がありのままで話してるからなんですよ。で、ね、物を売ってる人はね、そういう風に話したらね、まあね、売れる確率がね、50% というか、まあ、%は分かんないですけど、相当上がりますよ。つまり、一言で言うと、ありのままのあなたで生きてくださいということです。で、これが素直で素敵で素晴らしいなんてね、言葉なんですけど、はいはい、分かりますと。時給を30万円。私は時給30万円もらって、当然だという割り方で、目の前の相手に接してください。ね。いや、お金くれくれって言うんじゃないんですよ。そのくらいの価値を私は与えられる人間だということで、相手に接するということなんです。そして、ね、それはどうしてね、そういうふうになるのかっていうと、ありのままで
行くと、いやいや、ありのままって言ったらね、私わがままになっちゃうんですと。安心してください。孔子、孔子なんて言ってますか、ね、70じゃない60にして耳従う、70にしてなんて言ってますか。己の欲するところに欲すれど乗り越え、欲するところに欲すれどっていうのは自分のありのまま思い通りにやってるんだけど乗り越え、つまり社会規範に合っているとか、みんながそれがいいそれがいいって思うってことなんですよ。つまり自分ありのままの自分はわがままで迷惑をかけていいのかということ、それもありのままなんですけれどもね、気に入らないやつは離れていけ、これもいいですが、最終的に自分の価値観を管理下に置いて、どういう価値観の自分アイデンティティで生きていくのか、これを決めてください。つまりなりたい自分の価値観で今日から生きてください。私はこれを未来を今生きるっていうふうに表現してます。ね、みんなね、未来を今生きるんじゃなくて逆に過去を今生きてるんですねえ、いやー、さっきっていうかね、朝電車の中で足踏まれたんだよ。ちくしょういってえなこの野郎、ちくしょういってえなこの野郎、ちくしょういってえなこの野郎って、たった1回しか踏まれてないのにあなた何回思い出して遊んでるんですか。誰も頼んでないのにあなた何回も思い出してますよね。誰も頼んでないのに何回も思い出してるってことは、あなたがそれは好きなんです。つまり遊んでるんです。遊んでそれを思い出してわざわざ悲しくなるゲームをやってるんですね。はっきり言いましょう、人生は脳のどこに電気を流すのかのゲームです。もう一回言いますよ、人生は脳のどこに電気を流すのかのゲームです。ね、好き好んでそこに電気を流してたら何が起こりましたが、ね、似たようなパターンの時にまたそこに電気が流れますよ。畜生足いてなこの野郎、畜生足いてなこの野郎という脳内の回路をあなたは強化し続けてるんです。強化しているということは、ね、似たようなパターンじゃなくてもまたそこに電気が流れるってことですよ。またそこに電気が流れたらそういう気分になって嫌な気分になる。つまりあなたは好き好んでそれをそういうことを考えることによって脳内にそこに電気を流してその感情を味わってるんです。だったらね、いやー今日もね足踏まれたけどあの人は気づかなかったな、俺はいいことしたなとかね、そういう風に考えればいいわけですよ。はい、じゃあねここでちょうど30分経ちましたんでね、もう次のところ行きましょうね。それじゃあね、じゃあ今日は皆さんに成長していただきたいので3つの質問をします。この質問に対する答えね、後で覆さね、いや私実はそっちだったのって言わないように私が質問したら紙で書いてください。 いいですかね。じゃあ1問目の質問ですよ、はい、ね、これね、まあ、適当に感覚で答えてください、ね、今あそうだよ、皆さんお母さんねいらっしゃると思うんですけどね、もう一回も会ったことないという人もいるかもしれないですけど、まあ、多分いると思いますね。聞きますよ、お母さんと話をしたことがありますかありませんか、ね、これ簡単ですね、2択ですね。はい、はい、じゃあ皆さん書きましたか、もうねこんなの悩んだってしょうがないんでね、すぐに書いてください。はい、お母さんと話したことありますかありませんか、はい、ありますよ、ないですよ、はい、つけましたね。じゃあ次の質問です。今まで一番いいこれだと思った選択肢を選べなかった経験はありますか、今まで一番だからね、右に行くのか左に行くのかって、まあ、選択肢があったとします、うん、でもね右に行くのは1億円払わないといけないから、もうこれが絶対いいんだけど、もうほら1億円なんか持ってねえからもう選べねえよ、しょうがなくこっちに左選ぶんだと。例えばですよ、例えばそんなようなことで自分が選びたい選択肢じゃないものを選んだことがありますか、これはねもうありますかですから、はいかいいえで答えてくださいね、まあ、とりあえずこの2つ、ね、3つ目はまだ置いておきましょうね、うん、はい、皆さん書きましたか、はい、じゃあ答えを言いますよね、お母さんとは話したことあります、当たり前でしょ澤さん。正解を言います、これ正解ですよ、正解はあなたはお母さんと話したことは一度もないんです。おバカなんじゃないの、このヒゲのおじさんバカに違いない。相当頭が悪いと今思ったかもしれませんけどもね、はっきり言いますよ、はっきり言いますよ、今から証明します。じゃあお母さんじゃなくてもいいです、今私と話したことがあるのか、ありません。それズーム越しだからとかそういう意味じゃないんですよ、ね、今目の前にいる人は私と話したことがありますので説明しますよ。私が何かを喋る、ね、空気が揺れる、耳に入る、鼓膜が揺れる、電気信号に変わる、脳に入る、脳に入って、あどうやらこのおっさんは日本語を喋ってるらしい、ね、過去の経験からこの言葉の意味はこうで、この言葉の意味はこうで、この人は、おそらく自衛隊をやってたって言ってるから、この言葉はこういう意味でこういうニュアンスで使ってるのじゃないのかとか、いろんな予測をしながら頭の中でその意味を構成していくわけですね。そしてああなるほど、この人はお母さんと話したか話してないかとかそんなことを言ってんだなと思って、だったら私はこう思いますみたいなことを言って、ね、今返事を返したわけですけれども、待ってください、誰と話してるんですか。あなたの脳の中にいるあなたの理解で
私の言葉を理解した上で、あなたの経験体験になぞらえて、私の経験体験は全く感じることができずに、なぜこの言葉の意味を喋っているのかを推測して、おそらくこうだろうと言って、沢茂美というイメージ像をあなたの頭の中に作り上げて、その像イメージとあなたの脳が話しているだけなんです。わかりますか？これは疑っても疑っても疑い切りようのない事実なんです。つまりどこまで行っても私の言った言葉を理解しているのではなく、自分の頭の中で解釈した言葉を理解して、その自分の脳と自分の脳が喋ってるだけなんですね。いやー、そうかもしれないけどって今思ったかもしれませんけど、これをまず受け入れてください。なぜならば、これが理解できていないと本当の自分の人生が始まらないんです。いいですか？なんで始まらないのか今から話していきましょうね。だってね、私寂しいの、ね、私あのやらせてほしいの。安心してください、あなたは生まれて一度も誰とも話したことありません。常に自分で一人で考えて、頭の中で、聞いて答え聞いて答えってやってるんです、まあ、もちろんね、頭の中にだけない情報から何かを得てますよ。だから私がいないとは言ってないんです。私と話したことはないって言ってるんです。わかりますか？私がいるかどうかは、これはね、はっきり言います、不明です。私にとって言います、私の宇宙ですからね、まあ、この話は後でしましょう。あの、つまり何が起こっても、だから誤解が生じるんですよね。お前言った、あれは言った、言ってねえ、誤解生じる。だからね、なんか契約書みたいなとここに書いてあるんだろう、いや書いてあるけどそういう意味じゃねえとかね、あの、なんでそうなるんですか。あなたの脳の中で一人で遊んでいるだけだからです。はっきり言いますよ、これが理解できたんだったらあなたの人生が始まらない。だってこの世を誤認しながら、ね、自分の人生を始めようとしてるわけですから、あの、始まるわけないでしょ、あなたの人生が。わかりますか？なのでまずはここを理解すると本当の人生の第一歩が始まります。そして次の質問、これがね、また面白いですよ。思い出してくださいね、最良でない選択肢を選んだことがありますかっていう、そんな質問でしたけどね、皆さん、いやいや、ありますよ、だって1億円なかったらそれ選べないじゃん、ね、1億円の方がいいに決まってんじゃんって思いましたね。これにも完全な正解があるんです。疑いよるない正解、これはあなたは生まれて一度も自分が一番いいと思う選択肢以外選んだことがありません。何言ってるんですか、私はいつも何か嫌な方を選んでるんですか。違います。じゃあね、問題出しますよね。さっきのね、1億円、じゃあ右側が1億円払わなきゃいけないけど超いいやつね、で左側が、5000円しか払わなくていいけど、まあまああんまり良くないやつ、ね、でしょうがないからこっち選んでんだと皆さん思ってるかもしれませんけれども、違います。じゃあなんであなた銀行強盗して1億円払ってその右側を選ばなかったんですか。なんで借金をかき集めて1億円なんとかやってその右側を選ばなきゃいけなかったんですか。いやいや、借金銀行ことありえないでしょう。違います。1億円の価値の選択肢右側よりも銀行強盗する方まで加味したらずっと嫌なんじゃないですか、そっちの方が。あなたは右側にが一番いいとか言っておきながら1億円を払うという重みにまで加味したらやっぱり左の方が良かったんじゃないですか。その証拠に、あなたの大切な人がもし惨殺されるという条件がついていたら、何が何でも1億円を集めて、ね、ひょっとしたら人に迷惑をかけまくって1億円を何か集めて、もしくは1億円なんか払わないで無理やりその右側の選択肢を取りに行ったかもしれない。つまりあなたの脳の中で、あなたの脳が頭が良すぎるがゆえにそういう選択肢、ね、1億円を、ね、強奪するとか盗むとか銀行強盗するとかやれって言ってるんじゃないですよ、これやれって言ってるんじゃないですよ、ね、そういうことをの可能性もすっ飛ばして選べなかったというふうに決めることによって誰が得しますか。そうです、あなたが得するんです。自分以外の理由において納得できるんですね。気持ちいいんです、あなたが、私のしょぼい価値観が右側ではなくやはり左側を選んでいるということを理解しなくて済むから。あなた気持ちいいからそれやってるんですよ。いいですか、私は面白いこと言いますけど、これなんで真剣にね、ちょっと怒り気味に言ってるか、別に怒ってませんけどね、
これ君にやってるか、まあ印象教育みたいなもんですね。このことに気づいてください。気づかなければ自分の人生が始まらないんです。自分の人生が始まらなければ最良最善のものを神様がいるかどうかわかんないですよね。目の前に次々と運んできて、それをただ受け取るだけの生活が始まらないんです。どんどん受け取ってくださいね。あなたは一度も自分が一番いいと思う選択肢を以外を選んだことはありません。もし判例があるんだったら出してみてください。私が全部今みたいに説明します。なの でじゃあこれね、何に対していいのかっていうのが問題なんです。それははっきり言います。その時のあなたの価値観に対して一番いい選択肢をしてるんですね。ということはですよ、人生このように、ね、自分としか話したことがなく、一番いい選択肢しか選んだことないのに、今あなたはそこにいるんです。その地位、その年齢で、その状態だから、これを一番いいと言わずして、なんて言うんですか、もしそれが全然良くねえ、やだこんなの、俺はもっとああいうすごいなんか王子様のなんか王族と友達になるとか行きたいんだと、あなたが最もいいと思う価値観で選択を選択し続けた結果、うん、ね、これね、あの諸説ありますけど、あのだいたい1日に3万回から、6万回くらいの選択がね押し寄せてると言います。右にするのか左にするのか、どうするのか、ああするのか、でそれを無意識のうちに電流を流して決定してるわけですね。でそれを右か左か、右左右左、朝眠い、休むぞ、押すのか、起きるのか、はいはい、スムーズ押しました、時間が進んでいた、はい、進んでいた、これの連続なんです。だから今あなたがそこにいて、その状態なんですね。じゃあどうやったら変わるんですか、澤さん。一番いいものを選び続けてこれなんて嫌ですよ。はい、答えはこうです。あなたの今の価値観で選択してるからそうなったんですね。はっきり言います。自分の価値観を信じるな。無理です。そりゃそうですよね。だってあなたの頭の中に入ってないもので行動しろって言ってるわけですから。自分の価値観を信じてるうちは、自分の価値観の通りに最良最善を選び続けて今のあなたになっていくし、はっきり言います、これから10年後も全く同じことが起こるんです。つまり今のあなたの延長線上の自分になるんですね。なりたいですか？なりたいんだったらどうぞ。なので、ね、私ね、これいろんな人にあのコーチングをしていますけれども、みんないます、あの延長線上の自分になりたくない。あ、そうなんですか。でも一番いいものを選び続けてきたんですよね。じゃあどうするんですか。なりたい自分になりたいです。じゃあ答えを、たった一つの唯一の答え言いますよ。なりたい自分を達成しているその自分、未来の自分ですね、その自分が持っているはずの価値観で今から生きてください。もう一回言いますよ。それを達成した未来の自分が持っているはずの価値観で今から生きてください。でもね、今の自分の価値観を信じないで、誰かのね、自分以外の価値観、まあおそらくこうだろうなとかと思ってやるんですけれども、あのそれを信じるっていうのはどのくらい難しいのか今からね説明しますよ。はい、じゃあ今から外に出て、金井さん、今から外に出て最初に出会った3人を引っ張られて戻ってきてください。いけますか。しない、しないですね。ほら、自分の価値観に従ったでしょ。このくらい自分の価値観が強烈なんです。いやいや、しないのはね、そのメリットないでしょ、ね、しないのはそんなことやって捕まっちゃうでしょ、じゃないんです。自分の脳の価値判断でメリットがないとか、興味がないとか、人に迷惑をかけるとか、そんなことは嫌だという今までの自分の価値観が作動して、自分の状態が下がるから、つまり嫌だからやらなかった、そのための理由はいくらでも出てきます。一応ちょっと違う、5年も10年もイーロン・マスクとかザッカーバーグとかと並べてるときに、その価値観だと外出て人3人殴らない、うん、まあそれもいいんですけど、それも今の価値観なんです。つまり私が今例に出してるのは、ありがとうございます金井さん、自分の価値観を信じないっていうのがどのくらいできないのかを一瞬で分かってもらう例を出したっていう、ただそれだけなんですね。だからこれからすごい人が現れて、おお君こうした方がいいよ、その人が自分のなりたい未来を達成しているようなすごい人だったとします。でその人がこうだよって言っても絶対信じません、あなたは。だって俺の方が正しいもんって思ってる。もっと正確に言いましょう、
あなたは考えたことなんか生まれて一度もないんです。もう一回言いますよ。あなた考えたこと生まれて一度もないんです。毎日考えてますよ。さあさあそこまで私を言わないでくださいってね、思ったでしょ。これじゃあ今から説明しますよ。じゃあ皆さん今このズームの前とか、目の前に座ってますよね。何か努力しましたか。ただ座っていたらこの声が聞こえてきて、この声とか私の顔を見ていると放送だとかって思ってるだけですよね。なるほどとかって思ってるだけですよね。あなた努力しましたか。はっきり言いましょう。あなたのその脳みそ、まあ、例えば日本語がね理解できるとか一般的な常識を持ってるとか、そういうその脳みそ、この脳の配線が今までの経験体験から作られてきましたね。その脳を持ってるんです。その脳を持った状態でこの言葉が聞こえてきたら、ああこういう意味かこういう意味かって脳のしかるべきところに自動的に電気が流れるんですね。なんか頑張ってこうやって流してますか。電気流してませんね。自動的に流れてますよね、あなたの脳の中に。自動的に流れた結果、気持ちいいとか気持ち悪いとか違うとか違くないとかいいとか悪いとかっていうところに電気が流れて、あなたはそう思ってる。電気が流れたことを考えたとか感じたと誤認しているだけなんです。いいですか。大切なんでもう一回言いますよ。あなたの脳の底に電気が流れたことを考えたとか感じたと誤認しているだけなんです。つまりあなたはその脳みそを持ってこのズームの前に座っていたら、この目の前に座っていたらこうなるっていう、ただそれだけなんです。だから言いますよ、あなたは努力もしたことないです。その脳みそを持ってそこにいたらただそうなってるんです。なんかやらないといけないという回路を獲得していたから、そこに座ったら、ここに座ったら、上司が来る前にこれやらなきゃいけないって電気が流れてるだけなんです。なので私は結論言いますよ。本当はもっと細かいこと言ってね、私の講座の中でもっと分かりやすく言うんですけど、これ1時間ですからね。結論言います。あなたが選べるのは何も選べない。しかし唯一選べるのだとしたら、あなたが今どこにいるのかだけです。だってここにいたら勝手にこの声が聞こえてきたでしょ。でこのズーム見ないでテレビ見てたらね、まあ なんとかの商品名のジュースが出てきて、それを飲んだら、あじゃあそれあ飲んだら美味しそうだなとかね、コカ・コーラ飲みてえなとかね思ってるだけですよ。つまりその脳を持ってそこにいたらそれが起こるだけです。その小学校にいたからその経験があるんでしょ。別の小学校行ったらなかったでしょ。今ここにいなかったらこの話聞いてないからこんなこと思うこともないでしょ。つまりあなたが今どこにいるのかだけで全て決まっていく。だったらどこにいるのかだけをこだわってください。あなたの周りの友達がね100人いて100人とも不動産を持ってなかったら、あ不動産持ってないの当たり前だなへへーとか言ってね、不動産持ってるのは悪いやつだけだよ。でもあなたの友達が100人いて100人とも不動産持ってたらどうですか。あれあ不動産持ってるのちょっとおかしいかもしれない、あれちょっと教えてくださいみたいなね、なんでしょ。あなたの価値観もないんです。あなたがそこにいたからたまたまそんな価値観を持ってるんですよ。あなたがアフリカに生まれてたらこの価値観を持ってますか。日本語喋れますか。あなたがどこにいるのかだけで決まってしまうんです。だからこだわってください。だからなりたい自分だったらそこにいると思う場所に今すぐ移動してください。まあ、ここに いなくなる、こんなとこいる場合じゃねえっていう人は、まあ、どんどん言ってください。いやでもね、もし今日の話初めて聞いたんだったらね、もうちょっと聞こうかなって思うので懸命だと思いますけどね。もうねスライド用意してきたのにね、スライドなんか全然ね使ってないですけどね。いや、私映画プロデューサーやってね、なんだっけ、千葉真一さんとね戦国自衛隊3作ろうって言ったりね、釜山国際映画祭で大賞を受賞したりノミネートされたり、今アマゾンプライムで売られてるのとかね、レッドカーペットとかね歩いてきましたけどもね、まあ、いろんなのやってまして、もう世界の30カ国くらい回ってきて、ね、要はね体験経験をね果てしなくしてるんです。まあね、これズームの人はね見れますけど、その他の人見れないんでね、まあ、軽く飛ばしていきますけど、これはね、なんだっけ、888万円1本ね、日本酒が世界でね、高級レストランに置かれない理由は安すぎるからなんですよ。
だから1本1000万円くらいの日本酒を、ね、作らないとね、高級店に置いてもらえないということで作ってる酒蔵に行ってきたりとかですね、あのロスチャイルドのパーティーに出席したりとかですね、これロスチャイルドですよ、真ん中にいるのね、これ和服でパーティーして、ケンブリッジ大学にみんなでね、数千万円ちょっと寄付しに行こうと。ケンブリッジ大学にね、日本語学科っていうのがあるんですけれども、ね、向こうは寄付文化ですから、日本人寄付しないでしょ、だからね、日本語学科が潰れそうですと。で潰れたら困るということで、我々ね、みんなで有志で集ってケンブリッジ大学に、寄付を、ね、しに行くツアーを組んでくださった国連の団体があるので、そこで一緒に行ってきて、ね、ついでにホーキンス博士のとか研究室に行ったり、ケンブリッジ大学でね、日本文化の講演なんかしてきましたけれども、あとアウシュビッツとかにも行ってきたり、ポーランド、チェコ、スロバキアとかイスラエルとかね、まあ、司会で浮いてきたりね、マリアの受胎告知からね、マリアをキリストが生まれたとことか、奇跡を起こしたとことか、キリストがね、死んだゴルゴダの丘とかね、まあ、全部回ってきました。嘆きの壁とかね、ドバイに行って、ね、さっきの王族のお友達になって、ね、インドとかにも行ってね、いっぱい騙されてですね、学校にお金を持って帰ってですね、そんな旅をね、してきたわけです。はい、はい、あれ、ね、さっき話の途中でしたけど、あなたの人生を変える方法、ね、こうなりたいですかって聞くとね、いやいや、澤さんみたいになりたくないですってね、言うかもしれないですけどね、少なくとも皆さん、ありのままの自分で生活していきたいですよね。全てが、まあ、思いのままになるというかね。じゃあ3つ目の質問ですよね。さっき2つ質問しました、ね、この問題ね、ちょっと難しいマニアックなんでね、でもね、覚えておいてください。はい、問題出します。物体の反対は何ですか。物体で、物体っていうのはね、このパソコンとかね、私の手とか、まあ、この空気とかね、机とか、物体ですよね。この物体の反対って何だか分かりますか。はい、ね、ネットの人は今すぐね、辞書を調べてもね、出てきたり出てこなかったりするかもしれませんけどね。わかんないですか。精神。ああ、物体の反対は精神。なるほどね、近いです。物体のね、これ仏教の言葉ですけど、物体の反対はね、もったいっていうんです。もったい、もったいない、もったいないのもったいですよ、うん、ね、あともったいぶるとかね、もったいをつけて、物体の仏の牛辺をね、取ったらこう右側のシャシャシャっていうような、ね、あれを書いてもったいっていうでしょ。物体の反対はもったいなんです。これは英語で言うと、物体の世界はフォーマル、まあ、無味乾燥な意味のない世界ということです。そして、もったいな世界というのは意味のある、英語だとセマンティック、これは、ね、論理学の体系とかでも、ね、使われるんですけど、もったいの世界と物体の世界っていうのがあるっていうのを、知っておいてください。物体の世界は、ね、これです。例えばここにね、ペンがあります。私がこのペンを動かすと皆さん動いてるように見えますよね。このペンが、ね、このペンが動いてる、つまり他者と情報を共有することができるのがこの物体の世界なんですけど、何の意味もありません。例えばもったいをつけるって、ね、言いますけど、あ、もったいないにしましょう。で、水があります。で、水をそんなにジョボジョボ捨ててたらもったいないなって言いますよね。なぜもったいないというか、これね、意味分かってね、もったいないって言ってる人いないんですよ、ほとんど。もったいっていうのは、それにつけた、その概念につけた意味のことです。水は大切に飲むものであるという意味をあなたがつけました。このもったいをつけたから、そうじゃないようにこの辺に流してドボドボやってるともったいないってなる。でも水とはその辺にまき散らかして地面を濡らすものであるというもったいをつけていたら、ジョボジョボってやったらもったいないですか。もったいなくないですか。その通りですよね。で、あとね、もったいぶるとかって言いますけど、例えばこのペンは実はライターにもなって、実はこうやって押すとこのホログラムが投射されてとか、なんかそういうもったいをつけたとしますね。で、私は今もったいをぶったわけですね。ぶったけど実際には出ないわけですよ。だからお前もったいぶってんじゃねえよ、ね、そので変なこと言ってる人を前置きが長いって意味でもったいぶるとかっていうようになったわけですね。だから本当のもったいっていうのはあなたがつけた意味です。例えばですよ、これはね、過激な例、まあ、過激な例のままね、皆さんの記憶に残るんで言いますけれども、私の腕がね、やってた誰かがね、通りなんかナイフか、ね、カッターでドバーンって切ってボドーンって落ちて、ドボドボドボビクビクってわーっ血がビューって出て切られた。多くの人はうわーやべー、もうこれで左手使えねえじゃねえか、今まで左手使えてたのどうすんだよ、右手だけでやんなきゃいけないのか、できることが少なくなっちゃうじゃねえか、クソ嫌だ、いやそれどころか違う出てるから出血されると死んじまう、やべえどうしよう、その前に超痛えってね、そういうもったいをつけるわけです。このもったい、誰かから頼まれてつけましたか。今あなたが勝手に思っただけですよね。もったいの世界は 100% 完全にあなたの自由なんです。
私だったらこういう風につけるかもしれません。バーンって切られてボロッと、あー明日から本に書くネタが増えたそしてあの切っていったやつは、うわあいつは多分自分の子供を人質に取られて私の腕を切ってくることを、引き換えに、子供が幸せに暮らすんだろう。なんか痛いような気がするけれども、ちょっと魚ふかしてくれ今すぐ、病院に行かないと、ね、そんなもったいをつけるかもしれませんね。自由なんです。あなたのもったいの世界に他者が今まで一度も介入したことはありません。つまりさっき足を踏まれて、ね、電車の中で足踏まれていて、この野郎いて、この野郎って思っていた、誰がそれを強要したんですか。あなたが思いたいから思っています。24時間365日常に生まれてから最後まであなたはあなたの脳の中で遊んでるだけなんですね。このことに気づいたら本当の人生が始まると私は言いました。本当の意味で気づいてください。いや佐藤さんから言われてなんとなく分かりましたよ、関係ないですけどね、じゃないんです。これこの考えに基づいてこれからの思考を全て膨らましていくことによって真の論理体系の上にあなたの人生が始まるんですね。間違った矛盾をはらんだ論理体系の先に推論していた先は矛盾だらけです。だって間違ってるんです。これは数学的にも分かりますよね。矛盾したところから始まっていくと必ず矛盾するんです。完全に疑いのない論理体系が今私が話した論理体系なんですね。つまり自由なんです。自由とは、自由の定義、何も制限がないことじゃないんです。なんでやったんですかと言われたときに、私が理由だからです。自らに理由があるということなんですね。自らに理由があったら拘束されてても捕まってても、なんで捕まってるんですか、これ私が捕まりたくて捕まってるんですと言ったら自由なんです。なんでやってんですか、いややらされて、これ自由じゃないですね。なんでやってんですか、あの人がやれと言ったけれどもそれを自分で決めて自分でやろうと思ってる、自分に理由がある、これが自由なんです。まあこのね、自由と自分の定義、実はね、自分の定義と私の定義ってね違うんですよ。まあ、今日はねそこね、あの時間ないんで話さないですけれども、これはね私のホームページに、YouTube がねあって、そこにもうね見た人はみんな言う、自由と自分の関係がこんなになったのって知らなかった、自分っていうのをみんな間違ってるんです。だからね自分のことをいじめたりして遊んでるわけですよ。だってね、いやいじめられた、裏切られた、あちなみにね、裏切るっていう言葉の語源は表と裏があって、表がこの物体の世界で、裏がその精神世界、つまりもったいの世界なんですね。つまり裏っていうのは心というふうに読み替えてください。心を切られた状態が裏切られたんですね。でもさっきの話から言うと、裏切られることは一度もありません。あなたが裏切るだけなんです。だって相手のもったいの世界に自分が介入できることはないわけです。自分がそれをあの人が裏切ったと思っただけなんですね。つまりもったいの世界を理解するとあなたは究極の自由にたどり着きます。そして、その自由の中であなたの人生が始まっていくわけですね。まあ、今日話しただけの内容だけだと、この本当に、ね、私の言ってることが全部わかるかって言ったら当然わからないので、だって1時間ですからね。もう、まあ、通常これをね10回のね10時間くらいのセッションで、やってるので、まあ、それでだんだんわかっていく。でこれはね私が教えてもわかんないです。あなたの実体験を伴って初めて完成するんですね。これが空海に言うところの、修行ですね。自分で体験した、つまり自分の脳に電気を流したことしかその人は理解できないんです。私はこの言葉を通じてあなたの脳の中に意味ありげな電流を流すお手伝いをしているだけです。そしてどう電流が流れたかだけによってあなたがどう思うのかが決まり、その脳の回路が形成され強化され、相対的に他の回路が弱まって、そして似たようなパターンが次入ってきた時にこのように電気が流れる、このパターンが入ってきた時にはこの電気が流れるというのが延々と続いているだけなんですね。だから何にこだわるんですか。そうです、あなたが今いる場所にこだわってください。そして未来を達成した、なりたい自分を達成した人もその人の価値観で今から生きてください。これを何て言いますか。未来を今生きる。一番やっちゃいけないのは過去を今生きる。だって過去変わらないですからね。
変わらないですよ、ね、未来はいろんな可能性があるのでどう行動するのかによって変わりますけれども、あるところで確率が1になります。ギューって収縮して、はい、今1になりました。つまり現在、この現在をもって全ての可能性が一つに収束して、もう、ね、ここにこれがある、ここにこれがある、ね、私は野球選手になりたいと言っていたけれども今なっていないという現実が固まるわけですね。そして過去も確率1です。現在から過去に対しては確率1、つまり面白いこと言いますよ。過去は他の可能性がないわけですよね。物体の世界は、物体の世界はいくらでもあります。以前は嫌なことだったなと思ってたけど今考えるといいことだなとかね、逆にあの時いいと思ってたけど今考えるとこうやっておけばよかったな、もったいの世界はいくらでもあります。しかし物体の世界は確実1に落ち着きます。ということはですね、最良の過去と言っても最悪の過去と言っても一つしかない選択肢を、最良と言っても最悪と言っても同じですね。つまりあなたに起きた過去は全て最良なんです。いやいや、最悪って言ってもいいですけど、これ言い方の問題ですから、どうせだったら最良って言ってください。今論理的に数学的に厳密に絶対正しいことを言いましたよ。今論理的に絶対正しいことを言いました。最良なんです、あなたの過去だとしたら。一番いいものを正解と呼ばない断りはありますか？つまりあなたのやったことは常に正解なんです。わかりますか？これは正解じゃないと言ってもいいですけど、それはあなたのもったいなんで自由です。ただ疑っても疑っても疑いきれないのは、あなたがやったそれは必ず正解なんです。だから私は失敗とは言いません。失敗ではなく、段階的成功と言います。皆さんこれからは失敗という言葉を部下や上司に言うときに段階的成功と言いましょうと言ってください。段階的成功とは階段を上っていくってことですね。つまり99段目は何の報酬も得られない、それは一見失敗のようなことであるが、100段目に報酬が得られる、100段目だけをあなた成功と呼ぶんですか？違います。99段全てがその成功のステップだったんです。だから段階的成功と呼んで、全て最良最善のものがあなたの前に押し寄せてくる、あとはそれを取るだけという人生が今日から始まりました。おめでとうございます。はい、じゃあ Facebook ライブはねこれで終わりにしますよ。はい、ありがとうございました。あの見てくださった方はね、書き込んどいてください。何人がいたの？いや、これはもう十何人とかですね。澤さんにつながってるみたいな。そうです、私のホームページで、こっちのインスタライブは途中でね電波不良で切れちゃいました、ね、はーい、素晴らしい公演ね、本当は10回シリーズ10時間ぐらいのギューッと1時間に大絶版でしたけども。